こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、始まりました。美咲の部屋ですね、今日もね。イエーイじゃないけどね。よろしくお願いします。お願いします。今日はもう美咲さん、ボンバーヘッドなんですけど、はい、シャンプーの、まあ、ずっと前からやりたいですよな、はい。シャンプーの正しいやり方を紹介します。はい、ずっと言ってたよね、シャンプーやりたいですね。結構皆さん泡立てとか苦手な方多いと思うんですよ。しかもこの長さもあるので、うん、毛先までなかなかこう泡立てられなくて汚れて落ちてんのかなとかっていう考えてる人も結構いるんじゃないかなと思ったので、うんうん、ちょっと泡立て方とか正しい方法を教えたいなと思って頑張ります。はい、頑張ってください、はい。で、今日使う商品が、シャンプーの商品がエメリルさんの、シャンプーで、トリートメントで洗い流さないトリートメント、この3つのステップでちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まあ、基本的にシャンプーはまずはもう汚れを落とすっていう目的です。で、次にトリートメントは栄養分を与える、まあ意味で、で最後のこのオイルトリートメントっていうのは、アウトバスのトリートメントなんですけど、これは守る、まあドライヤーの熱だったりとかいろんな外的要素から守るっていう、ことなので、この3ステップで今日はご紹介していきますので、シャンプーでいつも悩んでた方、これすごく大事なことなんで、シャンプーって皆さん毎日やられることなんで、よかったら参考にしてみてください。はい、それでは動画をどうぞ。まずはブラッシングからやっていきます。ブラッシングで絡まりを取ることで泡立ちもしやすくなるので、しっかりとブラッシングしてください。まずシャンプーを手のひらに500円玉くらい出していきます。軽く手にお水を足して泡立てていきます。できる限りで大丈夫なので泡立てていきます。まず頭皮付近にしっかりつけて、毛先を持ち上げてきて、全体に空気を入れるように持ち上げながら泡立てていきます。結構もちもちっとした泡が泡立ってきました。基本的にシャンプーをするときは指のお腹でしっかりと頭皮をマッサージするようにシャンプーしていきます。このシャンプーめちゃくちゃ泡立ちが良くて、すごいもちもちな泡が泡立ってきます。こんな感じで泡立ってくるんですけど、基本的にはシャンプーは泡立てば泡立つほど髪の毛に負担が少なくなるので、しっかりと泡立てた状態で頭皮をシャンプーしてあげてください。香りもすごい優しいので癒されますね。シャンプーするときちょっとこう上に持ち上げながらしてあげると、たるみ防止もできるので、下から耳の方から頭頂部にかけて上に上にマッサージしてあげてください。ある程度やったら流していきます。次にトリートメントも500円玉くらい出していきます。つけていきます。毛先からしっかりと撫でるようにつけていきます。中間まで伸ばしていきます。このトリートメントはナノ化した粒子が細かく入っているので、キューティクルが壊れて穴が開いてしまった髪の毛にしっかりと入り込んでくれて、うねりとかパサつきも防止できるので、しっかりと中に入れていきます。このように
慣れていくとだんだん手触りが良くなってくるので、それが入った証拠になります。できたら流していきます。アウトバスのトリートメントを出していきます。3プッシュくらい出します。これも先ほどと同じように毛先から順に中間まで伸ばしていきます。ベタつきが出にくいので、あまりベタつくのが苦手な方にすごいおすすめです。これで乾かしていきます。はい、乾かし終わりました。すごいもっちり指通り良くなりました。はい、こんな感じで終わりました、はい、で、まあ、シャンプーやってみてポイントなんですけど、まあ、美咲さんがやってくれたんですけど、まずはやっぱ泡立つシャンプーが結構いいかなと思うので、はい、しっかりと泡立てた状態でまず頭皮をしっかりマッサージするようになるよね、はい、うん、でやっぱ泡立つシャンプーの方がその髪の毛とあまり摩擦ってあんまり良くないのですよ。ダメージの原因になるので、しっかりと泡立った泡でマッサージをしてあげるとしっかり汚れも落ちて綺麗に見えます。で、あとトリートメントですね。でトリートメントも大体まあ根元につけるっていうよりは、まあ、やっぱダメージがある毛先だったり中間にしっかりとつけてあげて、でしっかりとこう上から下に向かってこう撫でるような感じでつけてあげる。でつけてあげることによって、まあ、手触りだったりとかが変わってくるの で変わってきたら、まあ、栄養分が中に入ったかなと思いますので、それをしっかりやってもらって、で最後にアウトバスのトリートメントで、アウトバスもトリートメントと同様に毛先つけて中間つけて、でそれもしっかりとなじませてあげるとやっぱ熱によるダメージだったりとかしっかり保護してくれるので結構いいかなと思うので、その3つをしっかりと、まあ、ヘアケアで毎日やってあげると少しは変わってくれるかなと思います、はい、今日使ったエメリルさんのシャンプートリートメントはやっぱ結構泡立つので、はい、でかなりやっぱ濃厚やんな泡が、めちゃくちゃもっちもちです。なのでやっぱそのだいぶ髪の毛も保護しながらやってくれるかなと思うので、結構いいかなと。でトリートメントも多分そのキューティクルってあるじゃないですか。でキューティクルが大体こうダメージ出てると剥がれるので、でその中にこう栄養分が入ってるんですけど、それが抜け落ちてる状態になるので、でそのトリートメントがその中に入ってくれて、でその抜け落ちたその栄養分のところに入ってくれるんですよ。でちょっとコーティングもしてくれるから、多分つけてる時に結構指通りがかなり変わってくると思うので、でそれになるとやっぱ入った感じしてるな、あの時はな、めちゃくちゃなんかツルンっていう感じになるかなと思うので、まあそれになったら流す、はい、で最後にオイルトリートメントで、これもやっぱりその熱だったりとかすごく、まあ、ガードしてくれるものなので、もう本当はしっかりと最後つけた方がいいかなと思うんですけど、質感的になんかベタつきってあんまなかったよね。なんか触った感じがサラッとする感じだから、はい、多分髪質もそんな選ばなくても使える、オイルになってるかなと思うので、まあこの3つ今日はちょっと、エメリーさんのシャンプー今日は使わせてもらったんですけど、まあ、個人的に美咲さん的にも結構いいかな、いい感じでした。もうなんか香りも私は好きですね。なんかほんまになんか美容室でやってるからかもしれないですけど、まあサロン系の香りがするんですよ。なんか僕らが使ってるようなシャンプーの香りに結構近い感じなんで、はい、かなり多分リラックス効果も多分入ってるのかなと思うので、はい、香りもかなりおすすめで、はい、多分嫌いな匂いって嫌いな人がいないかもしれないよね。いないと思います、うん、なので結構優しい香りになってるかなと思うので、よかったら、まあ、シャンプー探されてる方、はい、まあ、このシャンプーのやり方と、まあ、泡立ちがいいシャンプーがいいとかっていう方はよかったら参考にしてみてください。はい、お願いします。はい、でこの動画よかったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。シャンプーしっかりするとこんなに仕上がりが変わるんだなってちょっと実感してます、まあ、毎日ね、美咲さんやってるけど乾かさないっていうのがね
そうなんですよ、ね、うん、しっかり乾かしたらこんなになるもんね。ツヤツヤですね本当に。もうしかもこのシャンプーもなんか上の方はしっとりで毛先の方はもっちりサラッとしてくれるのでめちゃくちゃいいなと思います。ぜひ皆さん毎日のシャンプー頑張ってください。私も頑張ります。